いらっしゃいませ。今年は K 君がお店番、記念写真も撮り放題だから遊びに来てね。羽子板は遊びだと思ってる？悪いけど手は抜かないよ。みやびやかに春を迎えるよ。今朝外に出たら花壇に霜柱ができてたよ。冬だなーって思わず写真撮っちゃった。はい、見せてあげる。ミステリーショップって本当に品揃えが豊富だよね。サムさん全部把握できてるとかすごすぎ。ホリデー期間にバイトするのもたまにはいいね。実家で過ごすのも楽しいけど、だんだん退屈になっちゃうし。明けおめい。そうだ、K君の新年一発目のマジカメ投稿を見てくれた？今年もいいね、よろしく。どう？バイトも結構慣れてきたって感じするでしょう。どんどんお店回して売り上げに貢献しちゃうよ。サムさんに借りたこの衣装、冬にぴったり。生地が厚いし、お腹に帯も巻いてるからすごいあったかいんだ。思った以上にお客さんが多くて大変。でもちょっとずつ仕事に慣れてきたし、最後まで頑張ろっか。ミステリーショップにスマホ用のマクロレンズ置いてないかな。雪の結晶も綺麗に撮れるんだよ。東の国では年明け最初の朝日をみんなで見る風習があるんだって。エモくていいけど早起きは寒いし大変そう。この衣装、洋服と東方文化のコラボって感じでおしゃれでしょ。髪留めも東方のものなんだって。後でミステリーショップに遊びに来てよ。君が欲しがってた商品取り置きしといたからさ。